茨城県立並木中等教育学校は、茨城県つくば市並木にある県立中等教育学校。つくばエクスプレス沿線に位置し、茨城県内で最初に開校した公立中高一貫校である。2012年度スーパーサイエンスハイスクール制度指定校。2016年度の募集定員は160人だったが、志願倍率は4.17倍となった。 2015年度において生徒は、筑波市、牛久市、土浦市を中心に、県南、県西地区の小学校出身者が多かったが、県央、河口地区や茨城県外の小学校出身者もいた。交渉のコンセプトは、本校の所在地、筑波研究学園都市の街路樹の並木、東海での葉を組み合わせて図形化したもの、豊かな可能性に満ちた多様な個性を持つ、青将軍像が、 それぞれに鋭く未来を思考しながら、幸訓の自制、自立、自尊を自己啓発の糧として、限りなく発展する姿を表している。2008年4月に開校した。母体校の県立並木高等学校は、地元住民の署名運動などの要望を受けて1984年に開校したが、2011年度に、高校募集を停止し、2013年度に、 中等教育学校へ移行した。筑波研究学園都市研究学園地域内の県立地区園高等学校及び明径学園と参考交流を行っている。旧並木高等学校の出身者を含む。筑波市東南部、筑波研究学園都市研究学園地区内に位置し、周辺には産業技術総合研究所や筑波宇宙センター、ニムズなどの研究機関がある。 ありがとうございます。